今日はお客様とゲームをやってみましょう。こちらは実は携帯用の金庫です。ここにお札を入れることができます。まあ何枚でも入るんですけども、今日は1万円札を1枚入れておきましょう。このままだとすぐ取れちゃいますから、ここに鍵をします。鍵をすると取れなくなります。この鍵が、唯一開く鍵がこれです。ちょっと開けてみましょう。開きますね。この鍵をロックします。これでお札を取り出すことができなくなりました。開く鍵のほかに開かない鍵が4つあります。見た目は全く一緒ですけども、こちらは開きません。これだけが開きます。では、開く鍵と開かない鍵をすべて混ぜてしまいます。お客様に挑戦してもらいます。5回のうちの4回をお客様にチャンスを差し上げます。残った1個は私のです。4回のうちに開けばこの1万円札を差し上げます。では1個ずつ選んで開けてみてください。どうぞ。はい、では差し込んで開けてください。残念。開きませんね。はい、どうぞ。残念。これも開きません。さあ、あと3つですよ。どれかがさっきの開く鍵です。残念。これも開きません。さあ、残り2分の1です。どちらかが開きます。どちらでしょう。そちら。本当にいいんですか。残念。開きませんね。これ残った鍵、これが最初に示した開く鍵だったんですね。ということで1万円札を差し上げることはできません。